それはここ、
なんかいろいろうまくいけん。わけないよ、仕事やろ。失礼な人多い、ほんまに。失礼な人か無言な人しかおらんねんけど。これでさ、私がさ、そうなんです、デートに行くんですとか言ったら怒るくせにさ、無神経にも程があるわ。逆にどの答えを期待してんの？なんて言われるのが正解なの？なんて言われたらいいの？どの答えを求めてその質問をしてるのかが分かれ。どういうこと？何どういう意図なん今の。怒りますよ、好きだからって。じゃあ何、おるって言ってほしかったん？おるっていうのが正解やったん？おるって言って怒りたかったってこと？何を求めてるの？いや、どうせ聞いて怒るんやったら言わんでいいやん。何のために？知らんよ。だから毎回言ってるけど、謝ればいいって問題じゃないからな。毎回言ってるけど、だから送る前にコメントちゃんと確認してなって言ってない？せえへんから悪い。別に初回じゃないやろ、初回じゃないやろ
何回も来てんやろ。でなんで分かれへんの。初見ってついててさ、それならまださ分からんくても普通やけどさ、何回か来たことあってさ、他の人か自分かが怒られてるの見ててさ、なんで自分は違うって思う。思ってないんかもしんけどな、怒られたいからコメントしてんのかもしんけど。暗くて何も見え。行きたくないな。このまま配信5時間くらい続けてたらいかんでいいとかならんかな。9月28日、あ、公園。
まに行きたくないねんけど、ボイコットしたい。どうしよう。なんかかけたし、うん、ほんまに今日行きたいとか行きたくないとかじゃなくて、普通に誰か助けが欲しいわ。ほんまに無理。